クラーフェンベルフが攻守の様すぎる。クラーフェンベルフワールドクラスでは、クラーフェンベルフ足長いからいつも先に届く。正直なところクラーフェンベルフよりは遠藤にはきついけど、昨年クラーフェンベルフを6番で使わなかったのはクロップの失態。6番というか使いこなせなかったんじゃないかな。良くも悪くも選手任せだったし、フラフェンはスロットに出会えてよかった。クラーフェンベルフ普通に出足もいいからボールカットもすごいことになってる。結局ゴールに背中向けながらのプレーが苦手だったってことで、ほんと6番で使うの大正解ってこったな。クラーフェンベルフの強度心配してる人多かったけども、はやそういう声もなくなるだろうな。めちゃくちゃいいわ。せやねん、中盤で強度負けすると思ってた。マクアリも体が強いわけじゃないからな。クラーフェンベルフが守備できてたら遠藤の居場所なくなっちゃうよ。クラーフェンベルフものすごく良かった。こりゃ遠藤の出番ないわ。スロットがスリメンディ取れたら構想外になるよと諭したのも優しさだと思う。マルセイユでデゼルビに使ってもらう方がまだ幸せだったろうに。日本人加入でチーム応援してくれるのはいいけど、選手が出なくなると途端にチーム叩くのやめてくれよ。だから応援チームにはあまり日本人来てほしくないファンがいるんじゃないかな。オンフジが悪いじゃなくてクラーフェンベルフが良いだからね。なんか去年使わなかったクロップ無能とか言ってるやついるけど、やっぱり22歳なこと忘れてるだろ。遠藤はつなぎとして補強されてクラーフェンベルフが出てきてつなぎの仕事は終えたんだよ。控えがマジでおらんからそっちの仕事は残ってるけど、だから遠藤に移籍してほしいってやつらはまずはリバプールの補強を望まなきゃならん。22歳で190センチのオランダ人なんて、自分が監督ならたとえ何あってもそりゃ使いたくなるわ。ものになればこの先10年レギュラー務まるわけだし、バイエルンさんだからな。元からある程度の保証がある選手よ。クロップは1年で辞めるから今いる選手のままで戦ったけど、スロットはそうじゃないからフラーフェンを育てに行ってるなって感じ。絶対怪我人出るから来季出るにしてもそこでアピールしたいな。未だに無失点だしスロットが正しいとしか言いようがない。クラーフェンベルフがどうこうよりスロットのサッカーに遠藤は合ってない気がする。クラーフェンベルフってもともと期待の若手だろ。そやリーグに慣れたり監督のやり方とマッチしたりすれば化けるレベルの選手だろうに、遠藤はもともと今の使われ方前提で入ったようなもんだし、これから全く同じなら移籍するか本人がいいなら残るだけの話。欠点無視して過剰に持ち上げてた層以外は妥当としか思わんやろ。もともと高い位置で跳ねるゲーゲンプレスに合ってただけ。今後はミルナー枠に収まれば御の字。遠藤本人が出場時間を求めるなら出て行っても良い。冬か夏にもう一人中盤を補強されたらいよいよベンチ外になるから、もう控え役割云々の話じゃなくなるけどな。もしスビメンジ取れてたらこの3試合ずっとベンチ外だったわけで、タイムリミットは相当短いよ。遠藤こうなると移籍が現実的なわけだけど、どこがいいかね。